い、どうもありがとうございます。はい、お願いします。お待たせしました。金沢ブラックのダイです。はい、ごゆっくりどうぞ。はい、ラーメンお願いします。煮干し用です。はい、創業の時からずっとワンでした。最近復活したので嬉しくなってきました。復活ののろし第1号店みたいな感じ。復活させたいんだっていう、そのうちの師匠のねお話聞きまして、師匠とはもう25年ぐらい前からの付き合いなので、まあ軽い気持ちでじゃあ僕やりましょうかみたいな、だからまあぜひやってくれっていう話になりまして、今浜のお店で1年半ぐらいその修行させてもらって、で独立開業したって感じですね。最低4時間、はい、煮込んでいきます。いわゆるそのセメント系ってもう全部粉砕してラーメンの中に入れてます。分厚いチャーシューっていうのが全日本の売りなので、うん、その創業当時からお客さんにはそのチャーシューが、ね、美味しいと言っていただけてるんで、まあ、スープ5時間ぐらい煮込んだと思いますよね。げんこつオンリーです。丸骨、うん、いい感じになる。10時間ぐらい煮込むと大体半分ぐらいになるんです。ちょっと低温で60度70度ぐらいで置いておくと、骨から外れたその油、肉の油の部分ですね、このスープにとろみつけてくれると、全日本ラーメンの直接鍋で火にかけて背脂からの油を直接抽出しておるって形です。ベースにしてあるやつで、
あの夢みずほを使ってます。はい、ごゆっくりどうぞ。初めて、前から気になってたんだけど、来る機会がなくて、今日ちょっと休みになったから、初めて来た。美味しい。美味しいです。はい、定期的に。お待たせしました。餃子単品ですね。どうぞ。ありがとうございます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 。豚骨の塩の中盛り。中盛りです。はい。はい、創業の時からずっとワンでして、最近復活したので嬉しくなって来ました。なので最近は塩ラーメンで食べています。ごちそうさまです。
はい、ラーメンお願いします。あと2番さんね。注意してもらえる。はい、ラック二つです、はい。お願いします。よいしょ、はい、はい。お待たせいたしました。金沢ブラックです。お待たせしました。失礼します。富山ブラックみたいな濃い味が結構好きなんで。これ見つけてから結構通ってます。ケーキがいい色でしょ。もしいいって感じ。はい、どうぞ。ようこそ、いらっしゃいませ。はい、煮干し用です。はい、チェックのタピエコじゃないかな。さんです、お願いします。はい、はい、お待たせいたしました。美味しい、どうもありがとうございます。はい、はい、お願いします。ブラック先行きます。レモンブラです。
瞬でスープ吸うんですよ。今日のスープもいい出来ですよ。金沢の片町の犀川大橋のところで屋台みたいのをやって、それがラーメン屋さんのスタートなんです。当初家族食べていければいいなと思ってたけど、何気にたくさんお客さん来ちゃいましてね、ちょっと調子に乗っちゃって、これ儲かるなと思ってどんどん店増やしてって失敗してみたいな感じの波あったのかな。そんなスタートでした。お店全部閉じられたこともあったんですか？そうなんです。原因は詐欺に遭いました、会社乗っ取り、チェーン展開するんでね、ノウハウを提供してください、合併しましょうって言って、そのまま会社乗っ取られました、詐欺だって言っても詐欺に遭った人が悪い世の中なので、僕が全部痛い目に遭ったわけなんですが、それからかれこれもう13年くらい経ちます、詐欺に遭ってから。めちゃくちゃたくさんの人に救われてきたんだっていうことだけはかっこよくお伝えしたいですね。それで今があってまた頑張ろうと思うのは、その人たちの気持ちに応えなきゃみたいなことだと思うんだ、僕がやった全日本を、また再び作ろうかという気持ちになった流れの中でね、南さんが手を挙げてくれたの。僕は店できないんでね、何軒か持ってるから、たら俺がやるとかって言ってくれて、要は復活ののろし第1号店みたいな感じですね。僕自身は弟子たちから何の手数料ももらってません。ここで宣伝になるんですが、全国どこでもいいよ、なんかね、ラーメン全日本で起業したいっていう人はノウハウを提供するんで、店やりませんか、ただしお金をいっぱいかけちゃいけません。やっぱり小さなお店でしっかりと家族暮らしていけるっていう規模でやっていける、それだったら自信持っておすすめします。僕の作ったブラックのタレと僕の作った麺を使ってもらうことがビジネスとして の流れで、僕はそこでしっかりと利益を上げるっていう商売をやっていきたいと思ってます。だからロイヤリティとか加盟金だ保証金だそういう料金は一切いただかないので、ぜひ全日本やっていただけたらなと思う。どうもありがとうございます。